今、これで、イムジュヒさん、教習って言うんだよね。高ひくね。教習、教習、教習。で、それに対して、こうなると変わりますよ。教習、い切や。ここね。ここだけに絞ります。教習、教習、教習、教習。これで、えっと、教室でまあ、 こう斜め線に書くとしたらピュッとまあ単純にこう書けるんですね。高引くです。それに対してこれはれこの辺ちょっと下がって見えるのはありますけども大事なのはきょうしれってこの A ここが頂点なんですね。教室教室で,でまあこれがいっそよ。まあこれもこう見えるんだっていうところ。よね、で次はこれ。 チャリがオプソヨ。オプソヨ。で、これもこうですね。チャリ、チャリが。これね。チャリ、タカヒク。で、チャリがががチョーテ。です。で、こういうのもまあ、かしかしないとね、わかわからないです。チャリ、チャリが。チャリ、チャリが。ががうん。教師、教師で。 こ,ういうね、これがプラートというピッチがまあ抽出できるソフトですか。またこれの使い方は、見、え、や、ー、リの会でやります。だこういうことも、ね、知っておく必要があるんです。教科書にはこういうこと書いていないんですよね。パーダ、パダガーってこう、要するに高引く、パーダ、パダガーってこう全く逆転してるっていう現象はね、すごいダイナミックな違い。 で、これを我々知らないから、パーダーと習って、パーダーがいっそよってなる。で、パダがいっそよっていうのは、これ、南の方言。ソウルの方言は、パダがってなる。キョシレだったでしょさっきのね。チャリがオプソよ。チャリガン。これは、チャリって覚えて、チャリがオプソよってなると、南の方言。これもね、印象的なことあってね。ある研究会でね、この、 ピッチの大逆転のことを言ったらね、そんなこと当たり前でしょって言われた、ネイティブに。当たり前じゃないんですよ、外国人にとってはね。で、外国人にとっては大変なことになる我々訓練しないといけない。